私の幼年時代であり、今日おすすめしたい書説はハリポッターシリーズで、特に第6部の本のハリポッターと謎プリンスです。ハリポッターは英国作家 J.K. ローリングによる7部文学商品のファンタジー書説シリーズです。このシリーズでは、イギリスのホワーツ魔法魔術にした少年ハリポッターと彼の2人の友達との冒険についてです。シリーズが全体がとても有名ですが、私の一番好きな部分は第6部です。シリーズの他の本と同様に、この本も瞬く間に世界的ベストセラーになりました。ハリー・ポッターと謎のプリンスの本には、ヘリーはホワッツの学校の6年生です。ボルデモットの闇の勢力が戻った、恐怖を広めるにつれて、ハリーはすぐに自分の運命に直面しなければなりません。 J.K. ローリングが持っていたすべての複雑の史実を解き始めて、この本のハリーとダンブルドアとスネープ、そしてもちろん名前を言ってはいけない人についての真実を明らかにしました。その本の最初のページを読んでいると、2つの良いと闇の派閥が魔法の世界の存続を決定したホワッツの戦いの準備をしている時に、暗闇の空気を感じました。この部分はハリー・ポッターの成熟のマイルストーン のため、私の最も好き本ですよ。ハリー・ポッターのいつもそばにいた教師や友人の人々を失った時、彼は独立にして自分の運命に直面する必要です。この物語の詳細の残りは、皆さんが自分で発見できるように、私が これまで話します。それでは、魔法の世界に冒険しましょう。